はようございます。はやぶさに乗り換えて2年くらい経ったんですけど、今までいろいろカスタムしたところなんかを紹介していこうって動画です。で、先に言っておきたいんですけど、カスタムってロマンなんですよ。ノーマルが一番っていう人いるんですけど、それはその通りだと思います。でも、僕にとってのカスタムって、バイクを自分の理想に近づけるための手段であって、ぶっちゃけ性能がどうとかはあんまり気にしてないんですよね。その辺どうかよろしくお願いします。じゃあマフラーからやっていきましょう。アクラポビッチスリップオンマフラーです。完全にデザインで買いました。これ本体はシタンなんですよ。なのにマットブラックで自己主張しないのがポイントです。カーボンのカバーが本体のカウルと一体化して馴染んでるのもいいですね。エンドパイプが4本っていうのもチューニング心がくすぐられる感じしますよね。ロゴの印刷なんかもそうですけど、全体的に質感高めで高級感あります。ただ音はノーマルとあんまり変わってないですね。僕的には近所迷惑にならないんでメリットに感じるんですけど、人によってはデメリットですね。あと海外製品なんで円安の影響もあって値段が国産の古い機と同じくらいするんで絶対立ちこけできなくなります。ハイパープロローダオンスプリングです。フロントトリアのスプリングを交換することでシート高が 15mm 下がります。なんでスーファーとほぼ同じ足つきになります。まあ平均身長あれば全く必要ないカスタムなんですけど、足つきに不安がある人は検討する価値あると思います。身長160センチでまたがるとこんな感じです。つま先までしっかりつくようになります。ただそこつきする感じはないんですけど、ストローク量が減っちゃうんで足回りは硬く感じるようになりましたね。まあ接地感はむしろつかみやすくなったものであるんで、そんなデメリットには感じてないんですね。問題あるとすればサスペンション分解しないと交換できないんで、対応できるショップが限られるってことですかね。あとやっぱりお金もそれなりにかかります。マジカルレーシングヒールガードです。純正パーツのヒールガードは無塗装の樹脂で傷だらけになっちゃったんで交換したんですけど意味なかったんですね。同じ理由で交換考えてる人はバックステッドごと交換した方がいいと思います。じゃあハンドル周り行きましょう。レートなのバイク用 USB 電源です。 USB 電源にはタイプ A とタイプ C があるんですけど、 PD 対応で急速充電できるタイプ C のモデルをお勧めします。取り付けは簡単なんですけど、これ単体だとブレーキのスイッチから電源取ることになるん でツールの D ユニット使ってバッテリーから電源取った方がいいですね。その方がスマートに配線できるし、 18W の電力をブレーキのスイッチから取るってちょっと抵抗あるんですよね。あと防水のカバーが開きやすいんで、雨の日とか洗車するときは気をつけた方がいいです。でトロのマルチバーホルダーです。これは 155mm のやつですね。これボルト1本でステムに金具固定してるんですけど、結構しっかり固定できてて今まで緩んだことはないです。まあハンドル周りがごちゃつくんで、こういうのはできるだけつけたくないんですが、取り外しできるラムノブとか併用してなんとかごまかしてます。便利なことは確かなんで、実用性を取るかデザインを取るかって話になるんですけど、将来的にはドラレコ一体型のスマートモニターとかに置き換えたらいいですね。ラグスターのタンクカバーです。傷防止とドレスアップでつけてます。タンクバッグも受けられるんですけど、僕は持ってません。前のバイクでも10年近く使えてたので耐久性はかなりあると思いますね。これつけてるとタンクの傷を気にしなくてよくなるんですけど、洗車の時はちょっと面倒ですね。まあ僕の場合水かけて洗車することってそんなにないんで、まあいいかなと。吉村のウィンドアーマーです。
標準よりも濃いスモークのスクリーンにしたかったんで豪華しました。車体色が黒なんでいい感じに一体感出てると思います。品質も高くてバリとか歪みはほとんどなくて走行中のがタスキとかもないですね。ただこれはしょうがないんですけど、純正より薄いんでカウルとの間にちょっと隙間ができます。あと母風効果についてですけど、タンクに捨てた時に効果を感じるくらいで、普段乗ってる時は純正とあんまり変わらないですね。まあ母風効果体感できるスクリーンだとスタイルが犠牲になっちゃうんで難しいところですね。純正オプションのフックです。これ正直必要なかったんですけど、これがないとシートカウルのへこんでる部分の意味がなくなるんでつけました。というかここへこますならフックは標準でつけるべきだし、オプションにするならへこみを隠すカバーがあるべきだと思いますね。しかもそのフックもへこんでる部分になるせいでネットがかけづらくて使い勝手は悪いです。これは改善してほしいですね。この動画が皆さんの参考になれば幸いです。ではご視聴ありがとうございました。